皆様こんばんは、キムニーです。今回はですね、天然水で使えた炭酸水を凍らしたものと、普通の多分ですけど水を、炭酸水にしたやつを凍らしたものを用意しました。どんな味の違いがあるんでしょうか。まずは見た目。こちらが普通の水を炭酸水にした方の、氷です。結構そのほら穴が開いてるんですよ。でもう一個あったんですけども、その穴がでかすぎたのかうまく形成されませんでした。こんな感じです。多分これも中空洞あると思う。軽い感じがします。でこちらが、この天然、富士山の水って書いてあったけど天然水で作られた炭酸水。ほらもうこれ結構綺麗なんですよ。これまあ、サワサワして汚い。あのね、なんかパワーがもう込められてる。ほら綺麗、パワーがね込められてます。こっちはうまいこといきましたね。でこちらすごい綺麗でしょこれ。あ、水道水ともさ試しとけばよかったかなってちょっと思ったけど、ああるんだここに。これでこれがですね、その炭酸を抜いたんですよ。わざわざ炭酸を抜いた天然水です。普通の天然水の水を凍らしたっていう意味になりますかね。今のはカットしとけば大丈夫なんで落としてません。ちょっと水道水の方もね見ときますか。水道水、あ、でも水道水もまあまあ綺麗だね。これが水道水の凍らしたものです。これが天然水の凍らしたものです。どうですかね。ちょっと確かにピュア度は天然水の方が高いかもしれないかな。どうかな。あ、いただいていきましょう。まずはじゃあ普通のこれか、強炭酸水。これが一番このおすすめのこれ、ローソンのローソンストア100で売ってるやつです。めちゃくちゃでかくてね、コスパいいかなと思って愛用してます。でこっちのはね、そのアマゾンで買いましたね。初めて買いましたね。天然の炭酸水どうなのかなっていうので買ったっていう感じです。ちょっとした企画といいか、こんな感じでいろんなことに調べたくて買いました。まずはこのね普通の炭酸水の凍らしたやつをいただきます。これも綺麗だね。冬にさ田んぼを入れてアイス食うってめちゃくちゃ贅沢ですよね。炭酸なのでやはり崩れましたね。中身は結構詰まってません。さすが炭酸、強炭酸。まあ味はそんな味とかの違いってあるんだろうかって感じだけどね。まあそれ調べてるんですが、で次が天然水の炭酸水を凍らしたものです。いただきます。後臭さがなんかちょっとない感じがします。で、あとさっきよりかは詰まってますね。まあ、炭酸がきつくないのかもしれないです。こっちの方が炭酸がきついのかもしれないです。まあ、強炭酸って書いてありますからね。で、炭酸入ってるので、すごくゴリゴリ食べやすいですね。普通の水道水の、氷とちょっと比べてみましょう。これは普通の水道水の氷です。いただきます。結局普通の水道水の氷もボリボリ食えますね。冷った口の中がすっごい冷たい。まあでも夏にやると溶けますからね氷は。まあ結果いつこれ実験やってもいいって感じかな。で違いがあんまり分かんない。じゃあこれを最後に天然の炭酸水を
炭酸抜いたやつを凍らしたやつです。いただきます。普通にさ、口の中が冷たすぎる、これ。何やってんだろうな。口の中がすごい冷たい。気持ち程度にシャキッとします、この炭酸天然水の方は。そんな感じがします、気持ち程度に。本当に ほぼ違いがね、ないかな、正直なところ。おっとっとっと、やばいやば、ちょっと何でもないです。 完全に氷を落とした音がね。はい、というわけで、ちょっとカオスになりましたけど、まあ、調べられてよかったですね。ちょっと待ってね。はい、よければ皆さんも 調べてみたらどうでしょうか。若干カオスな感じですよ。あ、あとね、この天然炭酸水のどうやって炭酸を抜いたかって話なんですが、前の動画でその炭酸の、ポットで炭酸を、沸かしたやつと、電子レンジで温めたやつっていうのをやったんですけども、電子レンジで温めると炭酸があんまり取れなくて苦いんですよね。で、ポットで、天然の炭酸水を沸かすとですね、なんとただの水になるんです。まあ、炭酸が完全に抜け切ると。で、そのやり方をやって、わざわざね、ポットに入れて温めて、なおかつ氷にして、凍らしたっていう感じです。結構ちょっと工程があるんですよね。そうやればうまいことその炭酸水を普通の水に変えて氷にすることができると。皆さんもぜひ真似してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。